どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はですね、この私ガズがめっちゃ大好きな曲をやりたいと思います。ボノボというバンドの Thank you for the music、 こちらの曲をガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はですね、やっぱね、サンキューフォーザミュージックもそのままなんですけど、音楽はやっぱね、いいなと私もいろいろ助けられてますんで、はい、そういう思いが詰まった名曲。こちらヒットチャート駆け巡るようなタイプの曲じゃないんですけど、やっぱりいつもね、歌っていたいような曲です。はい、いつものように2バージョンでやってみようと思います。最初は初心者様でもなるべく簡単にできるような、バージョン。後半は独特のノリがあるんですよ。これドンドンタッチッドンドンタ、あのリズム&グルーヴも加えたかっこいいバージョンの2バージョン、最後までご覧になってください。で、この曲一個だけね、コードがちょっと難しい。A シャープってコードが出てくるんですよ。なので、これ初心者バージョンのでも一箇所だけちょっとね、うーんって頑張らないといけないコードがあります。途中解説しますんでね。はい。で、このようにね、大好きな曲を歌いたいですよね。カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいですけど、楽器で一緒に弾く弾き語りっていうのを楽しいんですよ。ぜひ皆さん体験してもらいたいですけれども、ピアノとかギターとか今からやるには難しいですよ。でも、ウクレレさんだったらですね、簡単でございます。よかったです。で、簡単だけど、奥もすごく深いんでね、ずっと続けられるもうパートナーになりますんで、ぜひ始めていただきたいと思うんですけど、今ご覧になってるガゼレレ YouTube チャンネルを見ながら、ウクレレ触ってるだけで、どん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 音楽が楽しくできるようになります。はい。YouTube ですから。今ご覧になってるな。いつでもどこでもスマホでも見れるし、無料。これはいいですよ。で、ウクレレちっちゃいからね、いつでもこうスマホと一緒こう練習できる。で、どんどん自分のものにしていきましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りにこのウクレレ触りながら見てるだけで、あら、私今弾けてるってなりますからね。じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽、幅すごく広いですの、ウクレレ簡単レッスン動画が700曲以上、もうアップロードされております。最新 J-POP からロックバンドの曲とか、もう洋楽はもちろんハワイアンもあります。夏メロもある、昭和歌謡曲も演歌もあります。きっと皆さんの好きな曲も見つかると思います。先ほどのリンクのところの下の方に行くと、検索できたりとか、ジャンルボックスから探せたりするようになってますので、ぜひ行ってみてください。それでは本日はボノボノ。Thank you for the music。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。Music for
up 空を仰いで言葉が溢れ出た風に伝って君を呼ぶのさ Thank you, thank you for the music せーの、はい、Thank you for the music ガズレレリューシンプル簡単バージョンオリジナルショートカットアレンジで、お送りいたしました。コード見て分かっていただけるなんかね、やっぱ基本的にずっとループというか同じコード回しが基本になっているんですけど、ちょっと展開してきてね、また歌詞の内容もなんとかこうなんかこう心をねこうつかまれてしまうっていう感じで、まあ好きです。はい、で今のはあの4つ弾きでやったんでちょっとね原曲の雰囲気とかなり違っちゃうんですけど、まずこれで歌の感じをつかんで後半のかっこいいバージョンに流れていくっていうリズムのね、はい、やってみてください。で、動画のテロップと一緒に弾いて歌うのもちろんバッチリなんですけど、それができるようになったらノートに書いて、その自分でこのノートを見ながら自分だけで歌ってみるのをおすすめしてます。その時の参考になるようにちょっと私のノートを見てもらおうと思うんですけど、やっぱちょっとラップっぽいんで言葉がいっぱい詰まってますけど、コード進行は基本的にはこれがずっとこう回ってるような感じですね。はい、じゃあこれ一時停止しながらテロップとも見合わせながらちょっと書いていってください。いいですか。はい、かっこいいんですよね。はい、まあ、この楽譜にしたらこれだけなんですけど、繰り返しが多いんで、はい、で、ちょっとまあひとまずここまでね。で、構成をちょっと言います。まずサビから今イントロちょっと省いたんですけど、後半はかっこいいバージョンやりますね。で、イントロから入ってこの A メロやってこの B メロやって B メロやったらここでまたサビに戻る。サビに戻ったら今度また B メロに戻るんですよ。はい、街のざわめきだってに戻って、ここまでやって、最後のとこだけこの歌詞がちょっと変わって、またサビをやって終わったというのがガズレレオリジナルショートカットアレンジになっています。2番やりたい方は、この辺の、コードでできますから、はい、やってみてください。ちょっとおとなしい感じになります、2番はね。はい。で、出てくるコードの解説なんですけど、さっきも言ったんです。1個だけちょっとね、A シャープって難しいコード出てきますが、ちょっとこれ後で解説するとして、まずこれ、C と C7 でしょ ?A マイナー F、D マイナー G7、はい。この1,2,3,4,5,6 はまあ入門コードです。これ入門コード。ちょっとこれ後で解説しますんで、ちょっとこれだけ省いて、この6個の解説はですね、まあ、今日はあえて解説しないんですけど、いいのがあります。これです。ドン。ガズレ必須コード。必須って書いてあります。コードを覚えないといけない。コードっていうのはここって押さえたりして、このコードを弾く中で歌ったりメロディーがあるんですけれども、コードっていうのは星の数ほどあってですね、全部覚えようと思ってこれ本当大変なことで、まあそもそも不可能なんですよ。じゃあどうしようかということなんですけど、今、皆さん、本当この運命的にこのウクレレという楽器に出会って、ウクレレにとってものすごく便利なコードのグループがあります。8個のコードのグループです。8個のコードを覚えちゃうと、もうほぼね、世の中にある大概の曲は、7割8割はもうできるぞという、本当夢のようなコードの集団があるんですけど、しかもこれ押さえるの簡単なんですよ。ただし8個もあるから、整理して覚えていかないとちょっとごちゃごちゃになっちゃいます。以前この私がですね、めちゃくちゃわかりやすく、それを解説している動画を撮ってます、ね。8個のコードね。ここにリンク貼っておきます。このコードはここで覚えてください。必須ですから。はい、その中の、6個がここに出てきてますということですね。はい。で、先ほども言ったように、この A シャープってやつだけちょっとね、厄介なんで、これだけ解説しましょう。押さえる場所は、ここと、ここと、ここと、ここです。ここ、ここ、ここ。だから、ここ、人差し指で2個ちょっと押さえて、ピッピッとこんな感じですね。だから、ここがこのぐらい損ないとダメです。ここ、人差し指が。はい。それから、慣れてる人は、こう、1フレット全部押さえて、ちょいちょいってやるのもいいですよ。はい。このタイプで押さえるときは、ここに、隙間、ここに穴が開いてないと、ここ曲がってたら押さえきれないんでね。で、まあ、ギュッと押さえて、挟み込んで引っ張り込むみたいな、これギュッと手が、で、ちょいちょいとここを足していくという。まあでも、まずはこれでやってみるのがいいと思います。これで。はい。OK ですね。これ A シャープです。ちょっとやってみてください。じゃあ、こっから、いよいよ、かっこいいバージョンに入っていこうと思います。このね、バンドはやっぱりちょっとレゲエとかね、こうやっぱなんていうかな、ファンキーな要素がすごく強いんで、やっぱりね、リズムがね、肝になりますね。で、ここにも書いてあるんですけど、基本はですね、これですよ。どんどんた、どんどんた、なんです。これはクイーンのあれにちょっと似てますけどね。なげなげなんなげなげなげなんなげってクイーンのあれに似てる感じなんですけど。もうちょっと僕のイメージはファンキーな感じなんですよね。ちょっとこれね、一応これ16ビートの仲間になります。シャッフルの16ビート。ちょっとやってみましょう。もう結構あんまりごちゃごちゃ考えずに、弾いてみましょうか。どんどんた、どんどんちゃ、どん
こんな感じです。口で言うとわかるでしょ。で、茶は、それこそ茶、茶なんですよ、茶。だからこれ、どんどん茶、どんどん茶。これ8ビートじゃないですよ。本当はノリは16ビートなんです。なぜかというと、ちょっと聞いててくださいね。このチャッカチャッカっていうノリがどこかに入っていった方がいいです。なんで完全に止めちゃうと、ダーダーパッ、ダーダーパッなんですけど、どんどんパッチッカ、ボンボンカッカチッカ、このチャッカチッカって、こうどっかでこのフィーリングが、裏でこう来る感じが、入ってた方がいいと思うんですね。じゃあカチャカチャやる。要はカッティングみたいな感じで、音をカチャカチャやるのもちょっと混ぜ込んで、あと、あ、だからチャですね、このチャ。この辺のミックスだと思います。で、弾き方の解説は、まあ、一応ここにリンクがあるんで、ここに行ってもらいたいんですけど、このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、いろんなリズムの弾き方が動画で、まとまってます。そこでですね、まずはですね、8ビートのチャという動画で、このチャをマスターするのが早いと思いますね。そうすると、ジョンドンチャ、ドンドンチャ、とりあえずここまではできます。それがなんとなくできるようになったら、今度16ビート、ところに行ってもらって、16ビートのチャカチャカ、そう、うん、チャカチャカこの感じと、あとはカッティングって感じかな。なんか結構ニュアンス、そこかしこからのニュアンスが混ざってるんですよ。ものすごくシンプルなんだけども、ちょっとサビだけやってみるかな。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you for the music, the music I have. ドラボアオー、このチャカチャカ、チャンダン、チャカチャンダン、チャカチャカ、なんかこの、チャカチャカがこの、カッティングで入るとまたかっこいいと思いますね。はい。8ビートのチャと16ビートとカッティング。この辺の混ざった感覚、一緒にやってみてください。ちょっとこの動画でなんか雰囲気をつかみ取ってもらいたいんですけど、難しいっていう方はこれでいいですよ。ダンダンパッ。ダンダンパッ。叩いちゃうもう。ダンダンパッ。これは結構できると思うね。ダンダンパッ。ダンダンパッ。はい。叩く。こういうのも一個の要素です。はい。で、特にこれかっこいいバージョンとあれもないんですけど、一個強いて言うならばですね、この繰り返したところの B メロのところで、まあテロップにも書いておきますけど、この C7 のところでちょっと盛り上がる感じの雰囲気になればいいかな。で、また最後のサビに戻っていくと。最後のサビの前の B メロのケツのところでちょっと盛り上がっていくっていう、その程度の感じで、淡々と、どんどんパッ、どんどんパッが続くっていうのがかっこいいところだと思います。さあ、それでやってみましょう。Thank you for the music, ボノボ。ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。1, 2, 3, 4. Thank you for the music, my music fly up.空を仰い言葉が溢れ出た風に伝って君を呼ぶのさ Thank you, thank you for the music 冴えない部屋の窓から勇気が照らすこの場所で寂しい夕べを迎えてまだやってこないあの子を待って空を眺め流れ星見てそんなこともあるのか街のざわめきだって虐待みたいなもんさ夜の闇にだって随分待ってもらったんだすべてをつなぐメロディーとただ歩いてたいよ Thank you for the music My music light up 空を仰い言葉が溢れてた風に伝って君を呼ぶのだ Thank you, thank you for the music街のざわめきだって虐待みたいなもんさ夜の闇にだって随分待ってもらったんだ全てをつなぐメロディーと今歩いてゆくよ Thank you for the music My music fly up
for the music ボノボ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。気持ちがいいですね。この淡々とそうリズムにこう乗ってる時にこうなんていうかこうトランス状態というか気持ちよくなって、そこに言葉がストンストンストンと入ってくると、まあさらに、なんかこう歌詞の内容と相まってテンションが上がっちゃいます。はあ、この曲はね私好きなんですよ。なんで良かったと思います。はい、皆さんも大好きな曲思いっきり心を込めて歌う、これはいいと思いますよ本当にね。どんどん音楽楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございました。ガズレレいろんなことやってます。それちょっとご紹介の動画はこの後流れますんで、お時間ある方はご覧になってください。さあ音楽を楽しんでいきましょう。皆さんありがとうございました。ご案内ご覧ください。どうぞ。はい、そういうわけでじゃあガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン。6月16日沖縄那覇、6月30日は長野県長野市、7月は奈良に行きます。はい、この時はですねもういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやってテーマを設けて何かに向かってみんなでやったりと、もう本当にね盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですからぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は純駆動書店さんで、トークショー&サインがありますので、もしご予定あったら6月15、16、イレンちゃんでディープに行きましょう。沖縄那覇よろしくお願いします。はい、であと東京都内ではこちらがあります。どうも、千人ガズレレアット代々木公園、アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年今年3回目になるんですけど、もうちょっとねいろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日真っ昼までございます。準備しといてくださいよ。今この YouTube でお題をね出しますんでね、よろしくお願いします。あと本とかいろいろ出してます、グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、 ここにリンク貼っておきますね。これホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから。はい、であのリットミュージックのあの100曲入りの歌本も今予約開始、5月30日発売です。皆さん盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。